はい、というわけで700日記念イベント開催中です。こちら11月11日ではなく17日ですね、17ですね、1日限定で行われるみたいですね。これご注意くださいね、お間違いなく。こちら11月の10日の0時から販売が開始されていますね。通常よりこんな感じに安くなってますね。これ全部買ってしまうっていうのもありですね。まあせっかくなので全て購入してしまいましょうね。皆さんもお金に余裕のある方買ってみてくださいね。てな感じで全て購入が完了しました。で、先ほど言った17日から始まる選択式のものはですね、まずちょっと値段がわからないのでこちらまで待っておくというのもありですね。ただこちらは選択式なので、まあ好きなキャラクターがいる場合は引いてみてくださいね。ではでは解放された超強敵クエストをやっていきたいと思います。こちら土属性ですね。チケットを消費します。こちらはこんな感じにドロップアイテムが落ちるので、まあ特攻をできるだけ詰め込めるだけ詰め込んでいきましょう。まずは戦闘の星4メンバーだけで回ってみましょう。行きましょう。まずはこの左右倒しちゃいましょうかね。ちょっと後ろのがヒットポイントが多いんですね。よし、左右倒しちゃいましょう。あ、軽いですね。ダメージもそんなに来ないみたいですね。よし、いいですね。あ、ダメージの取りがいいですね。もう次で倒せそうですね、これね。よし、ネネチ倒しちゃいましょう。あ、通るかな、どうだろう、ダメージ通るかな。あ、ちょっとやっぱりダメージのこの上げるやつが下げられちゃいましたね。これですね。でもいけるかですね。もうこんな感じでいけますね。ただこのチャージ攻撃がちょっと危ないみたいなんで、これの前に倒しましょうね。続いてこちらの星5メンバー主体の特攻メンバーですね、こちらで回ってみましょう。行きましょう。では始めるとしましょう。で、こちらさっき試してみたんですけども、このチャージ攻撃を待っているとどうやら一発でやられてしまうようなので、これの前に倒しましょうね。ではまあさっきと同じ左右倒していきましょうね。ね、まあ、ダメージの取りはまだまだちょうどいいんでね。極みクエストが結構だいぶそういう感じになるのではないでしょうか。これ注意ですね。あ、これですね。たまに出ますよね、これね。で、この攻撃力と魔法攻撃力を下げてくるやつですね。これちょっと厄介ですよね。これも極みでやってくるとなると、ちょっと、手こずりそうな感じもしますよね。よし。そうだな。もうちょっと貯めましょうかね。チャージ攻撃は注意ですね。よし。サポートはお手の物だよ。私もどうかな、いけるかな。で、海子さんで決められますかね。ちょっとこの火力に自信がないときはこちらですね。一定ターン特大アップですね。よし。で、いきましょう。さんでしたか。やはり火薬の香りは興奮します。ピョンピョンしない。そのあたりに罠が仕掛けてあります。まあ倒せるでしょう。ですね。これで5万ぐらいなんで、ちょっとやっぱり考えた方が良さそうですね。極みはこれが注意です。で、この後チャージ攻撃を受けてしまうと一発でやられてしまうということですね。そこでやっぱり縁起さんが必要になるということですよね。よし。
ドロップ比もこんな感じにめちゃくちゃ落ちますね。まあ今回は手順を踏んでしまえば、まあ楽ですよね。手軽でしたね。なんだか冴えて。もっと強くならなければ。